ン眼ガ眼とは人工的に制作された眼球のこと。眼球が萎縮して視力を失った場合や眼球を失った場合に眼下や眼圏の形状を正常な状態に保つ目的で用いられる。疑眼を装着した男性疑眼を装着した猫形状別眼球が萎縮している場合に用いられる眼球の上に被せるタイプと眼球が欠損している場合に用いられる。 半球状のものとがある。主にオーダーメイドで製作されるが、既製品も用いられている。一般的にはあまり手術後の可動性は見込めないが、動く義眼を可能にする手術もごく一部では行われている。用途別中国では、元の時代、幼児に病気で固めを失った、超ありという人が腕の良い,い交渉に磁気性の義眼を作ってもらったという。日本では、 江戸時代にすでにガラスに再色したものがあったことは当時の書物にも記録が残っている。ヨーロッパではパリにより作成された金属に再色した義眼などが戦争による需要の高まりとともに広く普及した。義眼の歴史は素材の変化に伴うものといって良い。現在はプマで作成されているが戦後間もなくまではガラス製であった。ES ガードナーの ガン殺人事件などを読むと当時からかなり高度な疑眼を作成していたことを伺い知ることができる。ドイツなどではその技法が他国に流出しないようにかなりの規制をしていた。一方で日本においては疑岸作成技術は国策から独自に開発されている。いわきガラスにより提供された素材をもとに当時東京大学でガラス加工を行っていた。 厚さは銀次郎をよってその技法が確立された。しかし戦後間もなく合成樹脂の加工技術が導入されたことから日本でガラスガンの作成が本格化することはなかった。可動性ガンも日本には比較して早い時期に取り入れられた。可動性ガンという名前は誤解を生みやすいが可動性ガンとはそれを動かすための眼球的質もしくは 眼球内容除去をした後に行われる特殊な手術方法を指すものと言ってよい。過去においては様々な形状をした、主に樹脂製のものを埋没していたが、長期的にあまりかんばしい結果が得られなかった。手術後の気眼床の溶石をできるだけ大きくしないために、休憩の樹脂を埋没する程度に後に次第に変化している。また、休憩をした、主にアパタイトに、 眼金の先端を取り付けて、結膜で被覆し、その上に義眼を被せる新たな義眼台がアメリカの形成外科によって開発され、2000年代に入って日本国内でも使用される例が見られるようになった。仏像などの目として使用される義眼、水晶などを用い玉眼とも言う。目は腐りやすく保存には向かないため、白製を作る際にガラスや ハードプラスチックで作られた義眼が用いられる。動物の特徴に合わせた色や形状をしている。一部のぬいぐるみの目には義眼が用いられる。素材はガラスやプラスチックで半球に布地に固定するための突起のついたものが主に使用される。白生用の義眼とは異なり、あまりリアルさは求められないためボタンで代用する場合もある。ドールアイドールアイとも呼ばれる。 スーパードルフィーなどヘッドにアイホールが開いているタイプの人形の目には義眼が用いられる。素材はガラスやプラスチックシリコンで形状は球形、半球、楕円などがある。ヘッドにパテやホットボンドで固定して使用する。特撮などの上半身のみのメカニカルギニョールも部類的には義眼を演出として用いている。 従来の医療用途とは逆に健全な視力を有して、いるが、片目の盲目を装って、目に異物をはめ込む例がある。古い例では、12世紀末、あずまに、上佐忠光が、源の朝の暗殺をもくろみ、左目に、魚の鱗を入れ、偽の片目で、白く濁った目を装い、土壕に紛れ、近づいた記述がある。現代でも、映画などで俳優が盲目を演じる気は、 旅なしのコンタクトレンズで白く濁ったものをはめ込み演技する。前者は忍び込むための偽装であり、後者はこうに認知された変装と言える。ありがとうございます。